はい、というわけでちょっと1本遅くなっちゃったんですけど、35時32分30分からスタートしました。まあスタートしたところで何か新しく変わるかって言ったら大して変わんないですけどね、うんうん、おメールが2通来ていらっしゃると、お店にさす、そういえばあるお店に久住さんの CD を置いてもらって、ありました。有料でなく無料でもらえる形でした。なんまあ無料配布、うん、なるほどね。有料じゃ売れないんすよ、うん、うちも CD 日本じゃ全然売れなかったんで、はい、日本じゃ全然売れてないっす。俺いたバンドも売れないっす今 CD って、日本は、うん、なんでまあ多分だから無料にしたんだろうけど、いやじゃあ違うところで売りゃいいじゃんって話で。なんか iTunes とかあるんだし、YouTube でコンテンツを出す場合の無料と有料のさじ加減はどう決めてるんですか。個人の個人、それはそれこそ個人のさじ加減です。自分がこっから無料だなって思うなら、そっからあこっから有料だなって思うなら、そっから有料していいとは思いますよ俺はね。ただまあ逆に無料から有料に流したいのであれば、それこそ無料のところもしっかりと充実してないと有料に流すことはできないんで、ね、まあ、なので、まあ、深い部分を有料にするっていう形にするといいかと思います。そこからさらにどうするのってとこを有料にしてあげれば、そこまでは別に無料でもいいんで、そこから先が知りたいんだっていうふうにしておいて、そこからはじゃあ有料ですよと。まあ多分いろんなね、携帯のサービスとか、まあ無料なちょいちょい使ってみると分かると思うんですけど、ほんといいところで有料に切り替わるんですよ。なのでまあそこら辺ちょっとやってみると分かりやすいかなとは思います。まあ基本何がの部分、何が何をどうするのどうするの部分を有料にしたり、まあこれをこうやってさらにやるにはこうするんだよのこうするんだよっていう部分を有料にしたりするといいかなと思います。って感じでどうでしょうか。ちょっと分かりづらかったら、まあもし分からなかったらまたメールちょうだい。その方が答えやすい、助かるんでこっちも、はい、というわけで画面見切れ気味にね、吉谷さん飯食っております。で実を言うと俺さっきワンダーコアしてました。マジやどんだけだよ。元気すぎや。いやとりあえずせっかくバームあったらなんか飲んでやりたくない。若すぎるだろ。さすが20代。えてか多分これ100時間とか長時間配信やるとおかしくなる、うん、てか元になってる、うん、ちょっときついね。ワンダーコアをやりだした、うん。ただまあね、この時間の視聴者さすがに6名様、うん、まあしょうがないと。15時だもんね。そうそう、これからね今まで見ててくれてた方もまあ夕飯のね、うん、おかず買いに行ったり、まあ夕一とかね、あと子供の迎えとかいろいろあるんで、まあ、まあこういう人が見てない時間だからこそどんどん質問してください。で昨日の夜も言ったけども、で人が見てないからこそちょっと深いところまで答えるよっていうのもあるんで、なのでまあこういうタイミングでね、どん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 質問を入れてくれるとまあお得かなと。なるほどね。そうそう、まあこれはあくまで俺のさじ加減ですよ。うん、人がいないときに見ている、お得だよ、そういうときはちょっとお得だよというね、まあこれ俺のキャスでも同じなんですけど、まあ俺のキャスおかしいからね、人見ていないはずの時間に人増えるんで、これやろうとしたら本当に朝5時まで起きてなきゃいけないっていう。すごい。そうだ、これできるのが俺のね、長時間配信でやると本当に朝5時とかのレベルになるんで、それまでみんな元気。尋常じゃない。そう、ただ逆、ただでも別にその時間の前に荒ぶってる人たちはそもそもみんな結構な金額稼いでる方々ばっかりなんで、まあその時言っても問題ないっちゃ問題ないですけど、ただ大体その時荒ぶっちゃってるから
何もないっつ。食べたらまた眠くなる。おっしゃる通りです。負のスパイラル。いや、プラスのスパイラルでしょ。いや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 、この配信からしたら負のスパイラルですよ。もう俺はただ単にさっきの配信の最後の方で顔がテカテカしたからちょっと気になってまた顔洗ったって言うんです。で、髪アイロンして、まあそんなもんです。お、でもだんだん増えてきた。11名様いらっしゃい。まあ基本俺こんな感じでメインで喋ってるほぼほぼキャス状態で喋るんで、どん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 コメント入れてもらって大丈夫です。ガンガン拾うんで。で、それ以外メールの方もちょいちょい見たりは一応してはいるんですが、まあこれは多分来たら分かると思うんで、まあコメントとかガン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 入れてもらっちゃって構わないです。あ、ちなみに昨日よ、あの夜中枠から見てるよって人挙手。あ、ちなみに挙手ってこれどうやるかって、のしって書いて、のしってカタカナで書いてコメント入れてください。それ挙手ってことなんで。なんだっけ、昨日今夜中枠から見てるよーって人挙手いるかな。のしって、こいつもだったらどんな感じでのしが来るの。います。確実に1人か2人いる。さすが。ああ、染み渡る。染み渡って眠い。どうぞ寝てください。寝るよ。でも寝たら別にそれだけ夜配信元気になるんで。そうだね。そう、あの柏木さんだっけ。そうだ、柏木ちゃんね。そう、あの人来た時に抜刀してもらえれば、うん、個人的には大歓迎なんで、うん、ガン詰めするよ。ほほほほほ。まあその時何やってるかって、とりあえずここで2人喋ってもらって、うん、俺そっちで、うん、まあアドセンスやってるか腹筋しながらアドセンスやってるんで、うん、バカだ。、寝ろよ。いや寝ないっすよ。でこの前の100時間の時だってね、50時間過ぎて眠いですよ確かに、うん、なのにペンのインクなくなったからってヨドバシ行ってんすよ俺。バカでしょ。まあ寝たくないって言うんだったら寝なきゃいいし、ね、そうそうそう、ある種のプライドなんですよ、うん、俺は寝ないと。寝たら負けだぞみたいな。おー負けたい。早い、さすがに寝たわ泡水さん。いや、あの見てる人はむしろ寝てください。あのね、この喋ってる内容が頭に入ってくれないと困るんで、見てる人はまあ寝てください。眠くなったらちゃんとね、ねんねんして、それちゃんと覚えて、ね、覚えるべきことを覚えて起きてバチョーしてもらえば構わないんで、ね、なのでちゃんとね、覚えることは覚えて寝てください。もしくはまあ 眠たくなくて、まあ、自分にあ、これ有益だなと思ったら、それ聞いたことを速攻実行 してください。この喋ってるのを BGM にしながらでいいんで、でそれやりながらなら、ね、聞きながらなら配信してるんで、分かんないことはその場で聞けるじゃないですか。まあ答えるかどうか分かんないけどね。もう有意義に使ってくださいこの時間を、うん、で実際俺もこうベラ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 喋ってるあれのいいとこ50時間が限界なんで、で50時間から74時間から80時間ぐらいまでちょっとだれて、80時間超えたらまた元気になるんで、その魔の30時間だけ生き抜けばなんとかなる。なるほど。そう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 、おかしいんで体がもう、うん、やばいな。ついていけない。言い出しっぺ。いやでもね、ケンちゃんとじゃないと無理だね100時間は。基本このテンションで回すんで、うん、ちょっとねきついわ。ご老人にはご両体にも無理だ。でもよく考えてください、うん、これに俺の100時間付き合わされてる人いるんで2人ごと。、うん、かと思えば裏で安定のバックミュージックを奏でてくれるお方もいらっしゃるので。お方もいいですね。今日めっちゃ静かじゃないですか、なんか。本当ですか。うん、そうです。どうしたの。そうですか。そうですよ。もう俺枠になったらいつ降るか分かんないから。もう二次災害、三次災害起こすから。飛び火っていう。まだ昨日飲んだチンチン酒。なんだって。やられてます。昨日飲んだチンチン酒。はい。チンチン酒。はい。何それ。鹿のをうん、お酒につけたお酒なんですけど、すげえ、なんでそんな勢力つくようなもの飲んじゃったの。そうです、ゲイバーだよね。そこで勢力つけて、どイタリアン料理屋さんで出てたんですけど。ああ、でそっからどこ行ったの。今言ったオカマバーさんですよね。カマバーですよね、
勢力つけてどうすんの、そこ行くのに。フットさん、あ、そうじゃない、ベクさんも、もう荒ぶってほしい。そこでそこでどうすんの。あのね、この画面からね、吉田さん消えちゃうとひどいことになるね、大体。まあ夜はね、夜はそこそこ真面目にやるんですけど、昼枠はまあ俺もね、割とまだまだみんな起きてるし、周りも起きてるんで、まあ振るわ振るわで散らかるんで、覚悟してくださいね、見てる方で。逆に質問入れてくんないとこのままとっちらかすんで、修正したかったらあのコメントとか入れてください。であのみんな起きてる間はそんな真面目枠に振り切る気もあんまないんで、うんうん、で隣で吉田さんがうんうんね、こんな感じです。うん幸せそう。うん食って1秒で寝るっていう。どころ伸びた。やば、幸せ、生きてるっていいね。まだ生きてる、まだ生きてる、大丈夫です、うん、まだなんとか生きてる。そう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 、でもよく考えてください、100時間終わるでしょ、その後の独自配信は寝れないんです。そうだね。つまり100時間のケツの方の24時間を無限に寝かせないように起こして、その後きつくさせるっていう。鬼だよね。鬼だよ。HT マーケティングス社長の吉谷拓郎をなんか持って遊ぶみたいな。でもこの後ね、柏木さん来たらまあ持って遊んでもらうんで、もうそれこそブーいじり倒すからね、彼女は。でもこんな下水こと言ってるのに12人ちゃんといてくれるっていう、このありがたさ、本当ありがとうございます。止まんないんでこの状態で話し始めると、ね、まあ、お、メールが来ていらっしゃる。ケンタさん、さ、すごい元気ですね。月100、1回くらい100、あの、無理。なんで100時間無理かっていうと、まあ、50時間はしっかりね、まあこういう雑談も含め、まあちゃんとね、まあ、ネットビジネス的なこともこうやって座り配信もしたり、まあ、あとこの向こう側に、まあ、夜中も言ったんですけど、この向こう側にホワイトボードがあるんです。でそのホワイトボードを使って、まあ、プチセミナー的なこととかもね、ちゃんと書きながら話したりできるんですけど、ね、できるんだけど、あの50時間で話せることがない。それ以上話すと本当無駄なこと、余計なことを話しちゃうから、逆に聞いた人ができなくなっちゃう。でそれきっちりやると50時間でちょうどいい、枠的にも容量的にも話す内容的にも。そしたらあと50時間どうしようってなるんで。そうそうそう。でまあ最後の24時間ぐらいは、まあ、座ってね、今後のやり方とか、なんかね、未来的なことをどうするかとか、そういうことを話していけばいいんだけど、その間の、ね、24時間、まあ20時間はいいとしよう、ケツのね、50時間は OK、 出始めスタートから50時間まではいけると、充実して、でケツの80時間から100時間も問題ないと、ね、そしたら50時間から30時間がどうするかって、ここ魔の時間帯なのよ、ね、でそもそも別にここもただの総括であって、50時間内でいくらでもできるのよ。そしたら、ね、あの50時間が限界です。そう、50時間が限界なんで、100時間は決して求めないでください。体に悪いです、頭に悪いです、寿命削ります、削ってます。削ってるんで、あの吉谷さんのパートナーコンサルとか、うちの塾ぜひ入ってください。毎度毎度こういういい加減なこと言ってるんですけど、もっとこっちの方はまだコメントないね。あのコメントできる方いらっしゃいましたら、どん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 、ユーストの方にもねコメントを入れてあげてください。でちょっとこっちなんかねコメント入れづらいらしいんで、もしコメント入れづらかったら、まあメス、なんだっけ、Gmail、この配信の下の方に出てる Gmail でも構わないし、あと、まあ、俺のメッセンジャーの方に送ってくれても構わない。別にそれでも俺答えてたんで、夜中とかも。なんでまあ好きなとこに送ってください。送ってきてくれれば答えます。まあこんな感じで、いつものキャスも結構このテンションでずっとやってる感じの部分もあるんで、まあ、ここからどうやるかなんて全く決めてない、台本そもそもないんで、もともと流れ決めてやってないんで、まあ、だからいざどうするってなったら知らんがなって話なんだけどね。というわけでね、まあ、どんどん進んでいこうかなと思います。思ってんだけど、スタートダッシュしすぎたせいです、もうネタバレ、ネタ切れなんですよね。まあ、夜中配信で実はちょこちょこすごいノウハウ自体はできたんですけど、
まあ、見てた人は良かったねと。ね、あの Google 検索1ページ目をうまいことやれば選挙できるんじゃねえかっていうレベルのものができたり、あのバインのとかも実際バインはどこに URL の、ね、連携投稿プラス URL 付きで投稿できて、どこはダメだとかそういうこともできたんで、まあ、それもねその時見てた人は良かったねってことで、だ見てると飽きずにちゃんと見ておくとなんだかんだでちょいちょい使えることを言うようにしてます。これわざと、ね、でなんでこれわざと言ってるかっていうと、まあ、俺の100時間やった時で分かったんだけど、何々やりますよとかこういうこと話しますよって告知するとそれを知りたい人だけが来るんですよ。それだけを知りたい人、要はあの完全に無料中、まあ、俺が無料中って言ってるんですけど、要は情報を買うのに、あ、情報を知るのにお金を払いたくない、それだけタダで知りたいっていう人がいるんですよ。そういう人ばっかり集まるんで、だからなるべく、まあこれそれをこの前の100時間の時にね、あの実践したんですけど、なるべくこういう普通の雑談をしながらちょい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 ぶっ込むように、ね、途中途中で言うようにしてます。なのでまあ見逃したらアウトだよってことなんですよ。まあずっと見てないと辛いよと。であと単純にそれやっちゃうと視聴者数減って、まあこっちもやる気が下がるってことです。そんなもん。ただそれだけの理由。で減らなければやる気出るんで。という流れやってます。おーと、はい、メールが来てるよーと。夜の放送の方が勉強になりそうだから早いうちに夕食作ってお風呂入っておきます。ああ、ぜひぜひぜひお風呂入っておいてください。ただね、その考えは、まあ、夜の放送の方が勉強になりそうだからって言われたらへそ曲がりのら昼この後やったりするからね。まあ、いつやるかは分かんないです。でいつそれを喋り出すかも言っちゃえば俺のさじ加減だったり吉谷さんのさじ加減って部分もあるんで、あのいつ喋るかは知らん、本当に知らん、わからん、未定です、予定は未定です。天海さん、そやそやそう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 、ね、あのただ知りたいだけならググれやって話なんですけど、本来なるべく言ってるのが今回は、ね、まあ、俺のキャスでもそうなんですけど、ググって出てこないことを言ってるんで、ね、ググれかすっていうことにもいかないし、ちゃんと聞いてないと、まあ、持ってこれないと。小玉さんっていう人って、うん、なんだいなんだい、もう俺はお手本にしてるよ、小玉さんは。なんだかんだ実を言うと、なんだべなんだべ。なんだなんだなんだ、消えたぞ。いや、言いたきゃ言えや。別にただやり方をお手本、ね、あの仕組みの部分をねお手本にしてるってだけなんで、うん、なんだいなんだい。大丈夫だよ、ちゃんと拾うから安心してコメントしたりメールしてちゃんと拾うんで、まあ、あのキャスの安定、キャスのね勢いに慣れてるからここは何とでもなります。はい、大丈夫です。小玉さんっていう人、そう、あのね、ユースとこ読み上げ機能がないんですよね。あるあると楽なんですよ、どっか見ててもあの読み上げしてくれるんで。有名な、小玉さんは有名っすよ、小玉さんは有名。あの元々がどこで働いてたんだっけな、忘れちゃったけど、うん、うん、キャノン、小玉さん、うん、おキャノンで働いてて、まあそこでなもんなんだ、ウェブマーク、あの元々働いてたんだけど副業でやってたネットビジネスの方が儲かりに儲かって、で会社クビになり、そんで1億稼ぎ、まあ今もね、あの言っちゃえば結構最前線で活躍してる人、まあ、なんだかんだですごい人なんです。叩かれたりもなんだりもあるけど、じゃああの仕組みを作れるかっていう話なんですよ。まあ分かる人は分かるんだけどね。ただやっぱりあの人の、ね、ウェブマーケティングとかそこら辺のセンスめちゃめちゃすごいんで、まあなんだかんだ叩かれたりなんだりあるけどすごい人です、安心してください、すごい人です。まああの塾入ったりなんだりして、その内容は知らんけどね、俺も入ってないし。まあ、一概にはどうなのかって聞かれたら困るけど、でも俺はすごい人だと思ってますって感じかな。まああの人の仕組みどうなってるよって言われたら、まあそれはそれで説明できるんですけど、あの人メインはブログです、基本的には。
ブログとメルマガで LINE アットとか YouTube とか使ってるんだけど、まあ基本ローンチに関しては、なんでもローンチの部分は結構メルマガとブログ両方でかけてる感じですね。 でプラス、まあ、いろんな情報発信をブログのバナーとか画像バナーを使って、ね、YouTube の動画とかを見せて、そこでそのままローンチをかけたりしてる感じですね。そんな感じのやり方をしてますので、だから構築はすごいうまいです。やっぱり最前線っていうか、まあそういう場でやってるだけあって、あの人基本ネットビジネスっていうよりも企業コンサルとかそっちの気が強いんで、ね、まあ、ウェブマーケティングとかね、まあ、そこら辺も基本的には企業さんが使うようなもんじゃないですか、まあ、だからすごいやり方もうまいし稼ぎ方もうまいし、でまあ、もともと企業コンサルやる人が個人でね、ネットビジネスアフィリエイトとかそりゃできるわって話なんで、企業がやってもただ個人レベルに落とし込んでやってるとか、そのそんなもんのレベルなんで、まあできても何も不思議じゃないなと。いう感じですかね。で、まああの人の塾入って結構成果出してる人とかも知ってるんで、ほい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 、もうぼちぼち30分過ぎて、早いでしょ30分って。この早い30分をどう有意義に過ごすかなんですよ、こういう配信って。でただただ人が質問したことを聞いてあーって思うのか、自分が知りたいことを聞いておーって思うのか、ね、やろうってなってやるのかで、まあすごい極論言うと、業界まあ、まあまあまあ業界裏話が聞きたい。あのその業界裏話はもう一人が起きてる時に言って。さすがにそれは、ね、俺より圧倒的に知ってる人がいるんで。で別にあの俺裏の人間でもないし、ただまあ言っておく、一応言っておくと、これは一アフィリエーターとしてね言っておくと、無料オフとは今後支払われづらくなるとは思います。要は不正対策が厳しくなったり、そういうところですね。あのもともとパソコンからのアドレスで、まあ主にメルマガとか、まあ無料オファーとかを制約したのに、いつの間にか LINE に移行して、ね、最初のうちは支払われてたけど、いつの間にか LINE は支払われませんという規約とか勝手に入ってたりして、で今後は支払われなくなるとか、そういう感じになっていく可能性も大いにあるんで、まあ厳しくなったり支払われづらくなったり、なんだかんだで簡単に稼げると言いつつ、簡単には稼げる状態ではないだろうなっていう風になるとは思います。なんでまあもし今学んどくんであれば、リストの取り、ね、無料化やりたいんであればリストの取り方だったり、どういう風に情報発信していくのかとか、リストを無駄にしないメルマガの構築の仕方とか、そこら辺をね学んでおくといいかなと思います。まあ、もしくはもうそれこそ直接 Facebook からリストだったり無料化を取るやり方、ね、作り方だったりね、そういうのをやっておくといいかなと思います。まあ裏話というか対処法ですね、今のは。今こういう、今なんでね、厳しくなるかって、不正がめっちゃ多いんですよ、相互登録が。で、あの、俺一部の相互登録やってる人もリスト持ってるんですけど、ね、結局そういう人たちがいるから、支払う、結局不正登録した人に支払うのなんて無駄なんで、でそしたらもうそれこそね、承認厳しくしたりするのが当たり前じゃないですか。でそしたら結局自分たちが今まで稼げてた、ね、ところを稼げなくしてるのも自分たちなんで、まあ自業自得っちゃ自業自得なんですけど、なんで、まあ、もしこれからね、アフィリエイト、特にメルマガアフィリエイトとか、まあ無料オファーか、無料オファーで稼いでこうって思ってる人は、まあ、基本的にね、まあ、メルマガのリストの取り方はブログ、メルマガリスト、ブログ、Facebook、ステップメールの送り方、メルマガの構築の仕方、ここら辺覚えとくといいかもしれないです。
もちろんメルマガじゃなくて LINE の方でやっても払う、ちゃんとね支払うとこもあるんですけどね。だ全部じゃないよっていうことを覚えておいてください。全部じゃないよっていう。でとりあえず今来た質問は一通りさばいた感じになっちゃったので、まあ、また何かあったらね質問どんどんください。まあ、俺もさすがに若干眠くなったりもするんだけどね。そう、あの眠気って波があるんですよ、波が。今ね俺多分ここら辺頂点頂点でまた元に戻るっていうね。まあ、頂点レベルでこれかよだけど、結構頂点レベルってやばいのよ、眠くて。もう17名様いらっしゃい。いや、まだまだ3時、4時よ。早いのかな、仕事終わるのね。まあね、仕事が早く終わるのいいことだと。ね。いうことで、にゃーさんおせんべい取って。あれ、おせんべいあったっけ？これ？あ、そう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 、歌舞伎揚げ。よいしょ。まあこんなフリーダムな感じでやっていきますが、まあもちろんちゃんと聞いてくれたことは答えるので安心してくれ。ただお菓子がたまに食べたいのよ俺だって。ちょっと待ってね、おせんべい食べ終わるまで。ただね、あのこのまあ14名様とかしかね、他のチャンネルと比べたら少ないわけですよ、人数。なのに、現在盛り上がってる番組に上がるって、これすごいよね。何を基準に判断してるのか知らないけどさ。メモって聞きたいことあったら聞いてくんないと、あの放送事故起こしますよ。食べた食べた。まあ、あのもし今ねこれ見てて面白いなと思ったらぜひ100時間やってください。いや100時間じゃない、24時間やってください。あの喋るのいい経験になるんで、あの喋るの面白いですよ。
あ、そうそうそう。でね、でね、でね、でね。もし、この配信見てて、あれ稼げんのかな、これ稼げんのかな、これは稼げんのかなって思ってる人、いたら今すぐやめてください。今すぐやめて。あの、それやってる限り一生そのままなんで。実際ほとんどそうじゃないですか。あの、あれ稼げるかな、まあいっぱい見てきてるから分かるんですけど、あれ稼げるかな、これ稼げない、これはどうかなってフラフラしてる人は稼げないです。なんでかって結局ね、あの0から1を作るとかあるけど、まあそれをねやる前に次行っちゃうんで、ほぼほぼ収益出ないです。で、それで出た人っているのかなってレベルなんで。っていうかさ、今ちょっと思った。これ後で YouTube になるんだよね。あの、他人のチャンネルで俺思いっきり喋っちゃったけど、いいのかね。まあ俺はいいんだけどさ。まあ完全に乗っ取ってるからさ。ね。お、メールが来てるよーと。はい。ヘビーユーザー率がすごいのかも。いきなり恐縮の塾30、ほんとね、ごめんなさい、うちの塾の方はその倍します。今メールでもらった金額、まあ30万って書いてあるんですけど、その倍します。ただ、まあ、そっちの塾以外に出してるコンテンツは30万です。で、何が違うかって、塾の方入ってる人は俺が出して、まあ今ね、ちょっとうちのワードプレスいじれる人ヘルニアで帰っちゃってるんで、名古屋に。なんで帰ってきてからになっちゃうんですけど、まあ俺が出してるコンテンツ、要は今後出してるコンテンツとかも含めてなんですけど、まあアフィリエイトだったり、まああとスマホでアドセンスだったり、まあ Facebook とかだったりね。そういう、俺が出すコンテンツに関しては、その60万の塾入ったら全部見れるようにします。なんで、まあ名古屋から帰ってきたらいっぺんにドバッてアップする形になっちゃうんで、ちょっと塾入ってる方に一気になって申し訳ないんですけど、まあそっちの塾に入ってる方に関しては、一回それ入っちゃえば、他のノウハウも全部見せるよって約束してるんで、なんでまあそっちのに関しては60万の方になってます。で、まあそれ以外のやつは全部一律なのかどうか分かんないけど、まあ30万とかでやってるんで、まあ30万以上はやないですけど、30万でやってるんでと思ってもらえればいいかな。で、そっちの塾の方に関しては、ね、関しては、まあ、その後の、例えばなんかアド先生稼げるようになりましたと。そしたら、ね、ただアド先生稼ぐだけで終わりじゃなくて、じゃアド先生絡めてこういうこともできるよね、情報発信してメルマガもできるよねとか、そういうどんどん先の構築までやるんで、まあ、ただただアド先生で稼がせるだけではないよっていうことです。で、他の塾とかって基本的には、まあ、アドセンスでの稼ぎ方、アドセンスで稼ぎましょうっていう感じで、まあ、ブログのね、アドセンスブログを教えたりするんですけど、まあ、うちの場合そういうことをやってないんで、で、教えることも人それぞれ違うことを教えてるんで、まあ、なので、まあ、何を教わりたいかですね、はっきり言っちゃえば。一辺倒でいいなら、ね、別に、これをできるようになりたいっていうものがあればっていうか、これをできるようになりたいっていうのがあれば30でもいいし、ね、それをやってさらに広い後々の構築までいろいろやる。要は何が違うかって、まあ、片方だと1個、まあ、1個か2個ぐらいできて、まあ、それでどん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 量を増やしてって稼ぐ、要はアドセンスブログみたいな感じですね。アドセンスブログみたいな1個5万円稼げる10万円稼げるブログを作る。そしてあとはそれをひたすら数を増やしていく。 10×、 もしくは5か、まあ、1個5万としよう。5万 ×5 万 ×ね、5万の媒体が5個あれば25万でしょ。まあそういう考え方が一番わかりやすいかな。メルマガで言えば、あとはひたすらリストを取っていったり、ね。もちろん、そのための媒体作りとか、そういうの全部教えるけど、うん、で、60の方に関してはその後の構築まで全部。で、別にセミナーやりたきゃやりゃいいし、コンサルやりたきゃやってもいいし、
メルマガに発展したければもちろんアドセンスで稼いでそれをメルマガで情報発信ってこともできるんで、そこから先を教えたりできるようにしたり、やり方はでそこからなんていくらでも作れるんで、あとはやり方何をしたいとか何ができるとか、あとはそこの部分が大きくなってくるところはありますね。うちの場合別にそこまで何かにこだわって教えるって気がないんで、そもそも俺が、ね、だからまあ吉谷さんのタイムラインって俺と友達になってない人はちょっとまだ知らないかもしれないですけど、俺しょっちゅう書いてるんですよタイムラインに。セミナーもコンサルもアフィリエイトもただ一つの選択肢に過ぎないよって言ってるんですよ。でなんでかって、さっき言ったみたいに一個何か、例えばとりあえずアドセンスで稼げるんだったら、まずアドセンスっていう稼ぎ口ができる、アドセンスブログっていう稼ぎ口ができる、で一個できたらね、そしたらそれをどんどん同じやり方で増やしていって量産っていう稼ぎ方ができる、でそしたらそれだけ稼いだという、ね、実績が出たら今度それを情報発信して稼ぐことができる、ね、で情報発信していくってことはリストが取れるでしょ。でリストが取れるっていうことはメルマガアフィリになる、でメルマガアフィリになったら無料ファンも負けるし、そこから情報商材、ツールとか俺がおすすめするのは基本的にはツール、そういうアフィリエイトもできる、ね、でリストがあるっていうことは、なんで今アフィリエイトができる2本立てたかっていうと、俺が教えるアフィリエイト、メルマガアフィリエイトって基本的に1個売ったらその後もう1個売るんで、だから指2本立てました、ね、3万円、5万円だったりね、そんな感じで作ります。で、あとはね、セミナーやったりセミナー集客やったり、コンサルやったりね、情報発信してる。なんで今言っただけで9つか、少なくとも7つとか5つとかで、そのぐらい作るんで、高いか安いか本人次第です。どうでもいいです。どうでもよくはないけどね。ただ1年やればそれは結果は出るだろうっていうことを全部教えるんで、で逆にこういうこと言うのもおかしいですけど、目先の1ヶ月以内の、ね、何万円とか欲しかったらバイトしてください。それが一番確率で手取り早いです。いう感じですかね、ね、変でしょ、うち入れじゃなくてバイトしろって言うからね俺は。お菓子もらった。マジか。大丈夫、明日もいるから。はい。ごめんね、もぐもぐしてて。あとね、今後出していこうかなって思ってるコンテンツ1個あって、ずっと見てくれてる人は分かると思うんですけど、昨日の夜からね、いろいろ見てる人は分かると思うんですけど、俺何が今やってるかって、アフィリエイターもともとやってたんで、アフィリエイトから出身、アフィリエイト出身って言っちゃえば分かりやすい、メルマガアフィリエイト出身なんで、そこのとこはね、もうアフィリエイトはその前から人に教えてたんで教えるの問題ないんですけど、今後何を教えていこうと思ってるかって、一つはさっきから言ってる、このスマホでアドセンスやるやつ、最初はパソコン必要だけど、別にその設定なんてさ、ネカフェでもできるし俺がやっちゃってもいいわけだし、でもう一個重要なんですよこれ、ネットビジネスの構築
これ教えたくて今人に。要はこれできればね、ノウハウに困ることもなければ、言ったじゃない、あのね、配信しながらちょいちょいちょいこれこうやんだよ、これこうやるんだよって、いやこれができるようになってほしいんですよ。これできちゃえばノウハウ困らないし、ね、何が来ても別にバインだろうがなんだろうが、ちょっとねそれぞれの媒体の特性調べてんで、ここできるなできないなっていう試験的なことをちょいちょいっとやって、で Facebook には URL 投稿できないけど Twitter にはできたとかね、そういう検証ちょこちょこっとやってノウハウを作っちゃう、まあもちろん自分でやって実績出してもいいですけど、でそういう構築ができるようになってほしいんですよ。これやるとあの塾入んなくていい、それ以外ね塾入んなくていいし、コンサル受けなくていいし、情報商材買う必要なくなるんで、まあ、言っちゃえばね、これもこれを出していきたい、売っていきたいっていうのがあるんです。実は教えてる人いないんで、これをあのネットビジネスの構築、まああと一応コンサルとセミナーっていうのもついてくるけど、まあやりたけやればいいんじゃないって程度なんで、でね、なんでやりたけやればいいんじゃないって言ってるかっていうと、もっともっと俺がセミナーやりとかコンサルやりたくなかったの、実を言うとね。なんでかって、だって人前で話さなきゃいけないんだよ、俺が今こうやって元気に話してるけど、そもそも引きこもってたから人前で話すこと嫌いなのよ。大勢の人の前で話したら上がっちゃうし、まあ、正直今でも緊張するし、セミナーとかだったらできればやりたくないじゃん。だからやりたけやればって言ってる。あのまあ、会社になる前の、まあ、俺のコンサル生もいるわけさ。ね。まあ、人に教えることはできてると。じゃあ、そっから、じゃあ次セミナーやってみないって言えることもできる、言うこともできるんだけど、まあ、別に本人やりたくて言い出すまで別にいいかなっていう感じなんで、やりたくないことを別に進める気もないし、それが稼げるかどうかも、ね。まあ、やってること的に言えば稼げるとは思うんだけど、けど別に、それをやる必要もないんじゃないかなって、本人がもう元々やってる分野があるんで、ね。そういうスタンスでやってるんで、まあ他と比べたら緩い部分も結構多いっす。であとまあ問い合わせもらったら、まあ返せるときは全部返すんで、基本的にはでしょでしょ。まああとはこうやってやたらベラ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 喋る男を作ったりね。あの泣いたきゃなって、でまあ一応ね、このキャスじゃねえや、間違えたごめんなさいね。ユーストで、まあ、まだまだ時間はありますよ。あの24時間終わってもあと76時間かな、76時間あるんで、そんだけあればもうちょこちょこノウハウは出してきます、ね、それをなんだ今なんかおかしくなった、まあ、出してきます。それを別に愚直にやって、まあ、稼げる内容のことは一応言ってはいるんで、あとは結局ご飯食べますか。はい、どうぞ。ご飯があります。ありがとうございます。おーすげえ。あーいただきます。やった。キッチン。よいしょ。で、それ食べてまた眠くなるという。そうだね。ケンちゃんすごいね。はい、というわけでちょっと1分遅くなっちゃったんですけど、はい、35時32分30分からスタートしました。まあ、スタートしたところで何か新しく変わるかって言ったら大して変わんないですけどね。うん、お、メールが2通来ていらっしゃると。お店に久しそういえばあるお店に久しぶりさんの CD を置いてもらいました。有料でなく無料でもらえる形でした。なるほど。まあ無料配布。なるほどね。有料じゃ売れないんすよ。あのうちも CD 日本じゃ全然売れなかったんで、はい、日本じゃ全然売れてないです、俺いたバンドも。
売れないんですよ今 CD って日本は、うん、なんでまあ多分だから無料にしたんだろうけど、いやじゃあ違うところで売りゃいいじゃんって話でな、 iTunes とかあるんだし、YouTube でコンテンツを出す場合の無料と有料のさじ加減はどう決めてるんですか。個人の個人、それはそれこそ個人のさじ加減です。あの自分がこっから無料だなって思うなら、そっからあこっから有料だなって思うなら、そっから有料していいとは思いますよ俺はね。ただまあ逆に無料から有料に流したいのであれば、それこそあの無料のところもしっかりと充実してないと有料に流すことはできないんで、ね、まあ、なので、まあ、深い部分を有料にするっていう形にするといいかと思います。そこからさらにどうするのってとこを有料にしてあげれば、そこまでは別に無料でもいいんで、そこから先が知りたいんだっていう風にしておいて、そこからはじゃあ有料ですよと。まあ多分いろんなね、携帯のサービスとか、まあ無料なちょいちょい使ってみると分かると思うんですけど、ほんといいところで有料に切り替わるんですよ。なのでまあそこら辺ちょっとやってみると分かりやすいかなとは思います。まあ基本何がの部分、何が何をどうするの、どうするの部分を有料にしたり、まあこれをこうやってさらにやるにはこうするんだよのこうするんだよっていう部分を有料にしたりするといいかなと思います。はい、って感じでどうでしょうか。ちょっと分かりづらかったら、まあもし分からなかったらまたメールちょうだい。その方が答えやすい、助かるんでこっちも。はい、というわけで、あの画面見切れ気味にね、吉谷さん飯食っております。はい、で実を言うと、あの俺さっきワンダーコアしてました。マジだよ、どんだけだよ。元気すぎや。いや、とりあえずせっかくバームあったらなんか飲んでやりたくない。若すぎるだろ。さすが20代。え、てか多分これ100時間とか長時間配信やるとおかしくなる、うん、てか芸になってる、うん、ちょっときついね。ワンダーコアをやりだした。うん、ただまあね、この時間の視聴者さすがに6名様、うん、まあしょうがないと。15時だもんね。そうそう、これからね、あの今まで見ててくれてた方もまあ夕飯のね、うん、おかず買いに行ったり、まあ夕一とかね、あと子供の迎えとかいろいろあるんで、まあ、まあこういう人が見てない時間だからこそどんどん質問してください。で、昨日の夜も言ったけども、人が見てないからこそちょっと深いところまで答えるよっていうのもあるんで、なのでまあこういうタイミングでね、どん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 質問入れてくれるとまあお得かなと。なるほどね。そうそう、まあこれはあくまで俺のさじ加減ですよ。うん、人がいないときに見ている、お得だよ、そういうときはちょっとお得だよというね。まあこれ俺のキャスでも同じなんですけど、まあ、俺のキャスおかしいからね、人見ていないはずの時間に人増えるんで、これやろうとしたら本当に朝5時まで起きてなきゃいけないっていう。すごい。そうだ、これできるのが俺のね、長時間配信でやると本当に朝5時とかのレベルになるんで、それまでみんな元気。尋常じゃない。そう、ただ逆、ただでも別にその時間の前に荒ぶってる人たちはそもそもみんな結構な金額稼いでる方々ばっかりなんで、まあその時言っても問題ないっちゃ問題ないですけど、ただ大体その時荒ぶっちゃってるから何もないっつ。食べたらまた眠くなる。おっしゃる通りです。負のスパイラル。いや、プラスのスパイラルでしょ。いや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 、この配信からしたら負のスパイラルですよ。もう俺はただ単にさっきの配信の最後の方で顔がテカテカしたからちょっと気になってまた顔洗ったって言うんです。で髪アイロンして、うん、まあそんなもんです。お、でもだんだん増えてきた。11名様いらっしゃい。まあ基本あの俺こんな感じでメインで喋ってるほぼほぼキャス状態で喋るんで、どん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 コメント入れてもらって大丈夫です。あのガンガン拾うんで、でそれ以外メールの方もちょいちょい見たりは一応してはいるんですが、まあこれは多分来たら分かると思うんで、まあコメントとかガン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 入れてもらっちゃって構わないです。
あ、ちなみに昨日よあの夜中枠から見てるよって人挙手。あ、ちなみに挙手ってこれどうやるかって、のしって書いて、のしってカタカナで書いてコメントを入れてください。それ挙手ってことなんで。なんだっけ、昨日今夜中枠から見てるよって人挙手いるかな。のしって、これいつもだったらどんな感じで、のしが来るの。います。確実に1人か2人いるんです。なしは。あ、染み渡る。染み渡って眠る。どうぞ寝てください。寝るよ。でも寝たら別にそれだけ夜配信元気になるんで。そうだね。そう、あの柏木さんだっけ。そうだ、柏木ちゃんね。そう、あの人来た時に抜刀してもらえれば、うん、個人的には大歓迎なんで、うん、ガン詰めするよ。ほほほほほ。まあその時何やってるかって、とりあえずここで2人喋ってもらって、うん、俺そっちで、うん、まあアドセンスやってるか腹筋しながらアドセンスやってるんで、うん、バカだ。、寝ろよ。いや寝ないっすよ。でこの前の100時間の時だってね、50時間過ぎて眠いっすよ確かに、うん、なのにペンのインクなくなったからってヨドバシ行ってんすよ俺。バカでしょ。まあ寝たくないって言うんだったら寝なきゃいいしね。そうそうそう、ある種のプライドなんですよ、うん、俺は寝ないと。寝たら負けだぞみたいな。もう負けたい。早い、さすがに寝たわ泡水さん。いや、あの見てる人はむしろ寝てください。あのね、この喋ってる内容が頭に入ってくれないと困るんで、見てる人はまあ寝てください。眠くなったらちゃんとね、ねんねんして、それちゃんと覚えて、ね、覚えるべきことを覚えて起きてバチョーしてもらえば構わないんで、ね、なのであのちゃんとね、覚えることは覚えて寝てください。もしくはまあ 眠たくなくて、まあ、自分にあ、これ有益だなと思ったら、それ聞いたことを速攻実行 してください。あのこの喋ってるのを BGM にしながらでいいんで、でそれやりながらなら、ね、聞きながらなら配信してるんで、分かんないことはその場で聞けるじゃないですか。まあ答えるかどうか分かんないけどね。もう有意義に使ってくださいこの時間を、うん、で実際俺もこうベラ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 喋ってられるのいいとこ50時間が限界なんで。で50時間から74時間から80時間ぐらいまでちょっとだれて、80時間超えたらまた元気になるんで、その間の30時間だけ生き抜けばなんとかなる。なるほど。そう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 、おかしいんで体がもう、うん、やばいね。ついていけない。言い出しっぺ。いやでもね、ケンちゃんとじゃないと無理だね100時間。基本このテンションで回すんで、うん、ちょっとねきついわ。ご老人にはご両体にも無理だ。でもよく考えてください、うん、これに俺の100時間付き合わされてる人いるんで2人ごと。、うん、かと思えば裏で安定のバックミュージックを奏でてくれるお方もいらっしゃるので。お方もいいですね。今日めっちゃ静かじゃないですか、なんか。本当ですか。うん、そうです。どうしたの。そうですか。そうですよ。もう俺枠になったらいつ降るか分かんないから。もう二次災害、三次災害起こすから。飛び火っていう。まだ昨日飲んだチンチン酒。なんだって。やられてます。昨日飲んだチンチン酒。はい。チンチン酒。はい。何それ。鹿のをうん、お酒につけたお酒なんですけど。すげえ、なんでそんな勢力つくようなもの飲んじゃったの。そうです、ゲイバーだよね。そこで勢力つけて。あのイタリアン料理屋さんで出てたんですけど。ああ、でそっからどこ行ったの。あの今言ったオカマバーさんに。ですよね、カマバーですよね、はい、勢力つけてどうすんのそこ行くのに。フットさん、あ、そうじゃない、フェクさんもうアラブ。そこで。そこで。どうすんの。あのね、この画面からね、吉田さん消えちゃうとひどいことになるね、大体。まあ夜はね、夜はそこそこ真面目にやるんですけど、昼枠はまあ俺もね、割とまだまだみんな起きてるし、周りも起きてるんで、まあ振るわ振るわで散らかるんで、覚悟してくださいね見てる方で。逆に質問入れてくんないとこのままとっちらかすんで、修正したかったらあのコメントとか入れてください。あのみんな起きてる間そんな真面目枠に振り切る気もあんまないんで、うん、うん、うん、で隣で吉田さんがうんうんうんね、こんな感じです。うん。幸せそう。食って1秒で寝るっていう。どころ伸びた。やば、幸せ。
ってるっていいね。まだ生きてる。まだ生きてる、大丈夫です、うん、まだなんとか生きてる。そう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 。でもよく考えてください、100時間終わるでしょ、その後の独自配信は寝れないんです。そうだね。つまり100時間のケツの方の24時間を無限に寝かせないように起こして、その後きつくさせるっていう。鬼だよね。鬼だよ。HT マーケティングス社長の吉谷拓郎をなんか持って遊ぶみたいな。でもこの後ね、柏木さん来たらまあ持って遊んでもらうんで、もうそれこそブーいじり倒すからね、彼女は。でもこんな下水こと言ってるのに12人ちゃんといてくれるっていう、このありがたさ、本当ありがとうございます。止まんないんでこの状態で話し始めると、ね、まあ、お、メールが来ていらっしゃる。健太さん、さ、すごい元気ですね。月100、1回くらい100、あの、無理。なんで100時間無理かっていうと、まあ、50時間はしっかりね、まあこういう雑談も含め、まあちゃんとね、まあネットビジネス的なことも、こうやって座り配信もしたり、まああとこの向こう側に、まあ夜中も言ったんですけど、この向こう側にホワイトボードがあるんです。で、そのホワイトボード使って、まあプチセミナー的なこととかもね、ちゃんと書きながら話したりできるんですけど、ね、できるんだけど、あの、50時間で話せることがない。それ以上話すと、本当無駄なこと、余計なことを話しちゃうから、逆に聞いた人ができなくなっちゃう。で、それ、きっちりやると50時間でちょうどいい。枠的にも、容量的にも、話す内容的にも。そしたら、あと50時間どうしようってなるんで。そうそうそう。で、まあ最後の24時間ぐらいは、まあ座ってね、今後のやり方とか、なんかね、未来的なことをどうするかとか、そういうことを話していけばいいんだけど、その間の、ね、24時間、まあ20時間はいいとしよう、ケツのね。50時間は OK、出始め。スタートから50時間まではいけると、充実して。で、ケツの、80時間から100時間も問題ないと、ね、そしたら50時間から30時間がどうするかって、ここ魔の時間帯なのよ、ね、でそもそも別にここもただの総括であって、50時間内でいくらでもできるのよ。そしたら、ね、あの50時間が限界です。そう、50時間が限界なんで、100時間は決して求めないでください。体に悪いです、頭に悪いです、寿命削ります、削ってます。削ってるんで、あの吉谷さんのパートナーコンサルとか、うちの塾ぜひ入ってください。毎度毎度こういういい加減なこと言ってるんですけど、もっとこっちの方はまだコメントないね。あのコメントできる方いらっしゃいましたら、どん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 、ユーストの方にもね、コメントを入れてあげてください。でちょっとこっちなんかね、コメント入れづらいらしいんで、もしコメント入れづらかったら、まあメス、なんだっけ、Gmail、この配信の下の方に出てる Gmail でも構わないし、あと、まあ、俺のメッセンジャーの方に送ってくれても構わない。別にそれでも俺答えてたんで、夜中とかも。なんでまあ好きなとこに送ってください。送ってきてくれれば答えます。まあこんな感じで、いつものキャスも結構このテンションでずっとやってる感じの部分もあるんで、まあ、ここからどうやるかなんて全く決めてない。台本そもそもないんで。もともと流れ決めてやってないんで。まあ、だからいざどうするってなったら知らんがなって話なんだけどね。というわけでね、まあ、どんどん進んでいこうかなと思います。思ってんだけど、スタートダッシュしすぎたせいです。もうネタ切れなんですよね。まあ、夜中配信で実はちょこちょこすごいノウハウ自体はできたんですけど、まあ、見てた人は良かったねと。ね、Google 検索1ページ目をうまいことやれば選挙できるんじゃねえかっていうレベルのものができたり、バインのとかも実際、バインはどこに URL の、ね、連携投稿プラス URL 付きで投稿できて、どこはダメだとかそういうこともできたんで、まあ、それもね、その時見てた人はよかったねってことで、だ見てると飽きずにちゃんと見ておくと、なんだかんだでちょいちょい使えることを言うようにしてます。これわざと、ね、でなんでこれわざと言ってるかっていうと、まあ、俺の100時間やった時で分かったんだけど、何々やりますよとか、こういうこと話しますよって告知すると、それを知りたい人だけが来るんですよ。それだけを知りたい人、要は完全に無料中、まあ、俺が無料中って言ってるんですけど、要は情報を買うのに、情報を知るのにお金を払いたくない、それだけタダで知りたいっていう人がいるんですよ。そういう人ばっかり集まるんで、だからなるべく、まあ、それをこの前の100時間の時にね、実践したんですけど、
ね、なるべくこういう普通の雑談をしながらちょい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 ぶっ込むように、ね、と途中途中で言うようにしてます。なので、まあ、見逃したらアウトだよってことなんですよ。まあ、ずっと見てないと辛いよと。で、あと単純にそれやっちゃうと視聴者数減って、まあ、こっちもやる気が下がるってことです。そんなもん。ただそれだけの理由で、減らなければやる気出るんで、という流れやってます。おーと、はい、メールが来てるよーと。夜の放送の方が勉強になりそうだから早いうちに夕食作ってお風呂入っておきます。あー、ぜひぜひぜひお風呂入っておいてください。ただね、その考えは、まあ、夜の放送の方が勉強になりそうだからって言われたらへそ曲がりの裏昼この後やったりするからね。まあ、いつやるかは分かんないです。でいつそれを喋り出すかも言っちゃえば俺のさじ加減だったり吉谷さんのさじ加減って部分もあるんで、あのいつ喋るかは知らん、本当に知らん、分からん、未定です、予定は未定です。天海さん、そやそやそう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 、ね、あのただ知りたいだけならググれやって話なんですけど、本来なるべく言ってるのが今回はね、まあ、俺のキャスでもそうなんですけど、ググって出てこないことを言ってるんで、ね、ググれかすっていうことにもいかないし、ちゃんと聞いてないと、まあ、持ってこれないと。小玉さんっていう人って、うん、なんだいなんだい、もう俺はお手本にしてるよ、小玉さんは。なんだかんだ実を言うと、なんだべなんだべ、なんだなんだなんだ、消えたぞいや、言いたきゃ言えや別に、ただやり方をお手本、ね、あの仕組みの部分をねお手本にしてるってだけなんで、うん、なんだいなんだい大丈夫だよ、ちゃんと拾うから安心して、コメントしたりメールしてちゃんと拾うんで、まあ、あのキャスの安定、キャスのね勢いに慣れてるから、ここは何とでもなります。はい、大丈夫です。小玉さんっていう人、そう、あのね、ユースとこ読み上げ機能がないんですよね。あるあると楽なんですよ。どっか見ててもあの読み上げしてくれるんで、有名な、小玉さんは有名っすよ。小玉さんは有名。あの、もともとがどこで働いてたんだっけな、忘れちゃったけど、うん、うん、キャノン、小玉さん、うん、おキャノンで働いてて、まあそこでなもんなんだ、ウェブマーク、あの、もともと働いてたんだけど、副業でやってたネットビジネスの方が儲かりに儲かって、で会社クビになり、それで1億稼ぎ、まあ今もね、あの、言っちゃえば結構最前線で活躍してる人、まあ、なんだかんだですごい人なんです。叩かれたりもなんだりもあるけど、じゃああの仕組みを作れるかっていう話なんですよ。まあ分かる人は分かるんだけどねただやっぱりあの人の、ね、ウェブマーケティングとかそこら辺の先生めちゃめちゃすごいんで、まあなんだかんだ叩かれたりなんだりあるけど、すごい人です、安心してください、すごい人です。まあ、あの、塾入ったりなんだりして、その内容は知らんけどね、俺も入ってないし。まあ、一概にはどうなのかって聞かれたら困るけど、でも俺はすごい人だと思ってますって感じかな。まあ、あの人の仕組みどうなってるよって言われたら、まあそれはそれで説明できるんですけど、あの人メインはブログです。基本的にはブログとメルマガで、 LINE アットとか YouTube とか使ってるんだけど、まあ基本ローンチに関しては、なんでもローンチの部分は結構メルマガとブログ両方でかけてる感じですね。 でプラス、まあ、いろんな情報発信をブログのバナーとか画像バナーを使って、ね、YouTube の動画とかを見せて、そこでそのままローンチをかけたりしてる感じですね。そんな感じのやり方をしてますので、ね、構築はすごいうまいです。やっぱり最前線っていうか、まあ、そういう場でやってるだけあって、あの人基本ネットビジネスっていうよりも企業コンサルとか、そっちの気が強いんで、ね、まあ、ウェブマーケティングとかね、まあ、そこら辺も基本的には企業さんが使うようなもんじゃないですか。まあ、だからすごいやり方もうまいし、稼ぎ方もうまいし、でも、まあ、もともと企業コンサルやる人が個人でね、ネットビジネスアフィリエイトとかそりゃできるわって話なんで、
企業がやってもただ個人レベルに落とし込んでやってるとか、そのそんなもんのレベルなんで、まあできても何も不思議じゃないなと。いう感じですかね。で、まああの人の塾入って結構成果出してる人とかも知ってるんで、ほい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 、もうぼちぼち30分過ぎて、早いでしょ30分って。この早い30分をどう有意義に過ごすかなんですよ、こういう配信って。でただただ人が質問したことを聞いてあーって思うのか、自分が知りたいことを聞いておーって思うのか、ね、やろうってなってやるのかで、まあすごい極論言うと、業界まあ業界裏話が聞きたい。あのその業界裏話はもう一人が起きてる時に言って。さすがにそれは、ね、俺より圧倒的に知ってる人がいるんで。で別にあの俺裏の人間でもないし。ただまあ言っておく、一応言っておくと、これは一応アフィリエーターとしてね言っておくと、無料オフとは今後支払われづらくなるとは思います。要は不正対策が厳しくなったり、そういうところですね。あのもともとパソコンからのアドレスで、まあ主にメルマガとか、まあ無料オファーとかを制約したのに、いつの間にか LINE に移行して、最初のうちは支払われてたけど、いつの間にか LINE は支払われませんという規約とか勝手に入ってたりして、で今後支払われなくなるとか、そういう感じになっていく可能性も大いにあるんで、まあ厳しくなったり支払われづらくなったり、なんだかんだで簡単に稼げると言いつつ、簡単には稼げる状態ではないだろうなっていう風になるとは思います。なんでまあもし今学んどくんであれば、リストの取り、ね、無料化やりたいんであればリストの取り方だったり、どういう風に情報発信していくのかとか、リストを無駄にしないメルマガの構築の仕方とか、そこら辺をね学んでおくといいかなと思います。まあ、もしくはもうそれこそ直接 Facebook からリストだったり無料オファーを取るやり方、ね、作り方だったりね、そういうのをやっておくといいかなと思います。まあ裏話というか対処法ですね、今のは。今こういう、今なんでね厳しくなるかって、不正がめっちゃ多いんですよ、相互登録が。で、あの俺一部の相互登録やってる人もリスト持ってるんですけど、結局そういう人たちがいるから支払う、結局不正登録した人に支払うのなんて無駄なん で、そしたらもうそれこそね承認厳しくしたりするのが当たり前じゃないですか。でそしたら結局自分たちが今まで稼げてたねところを稼げなくしてるのも自分たちなんで、まあ自業自得っちゃ自業自得なんですけど、なんで、まあ、もしこれからねアフィリエイト特にメルマガアフィリエイトとか、まあ無料オファーか、無料オファーで稼いでこうって思ってる人は、まあ、基本的にね、まあ、メルマガのリストの取り方はブログ、メルマガリスト、ブログ、Facebook、ステップメールの送り方、メルマガの構築の仕方、ここら辺覚えとくといいかもしれないです。まあ、もちろんメルマガじゃなくて LINE の方でやっても払う、ちゃんとね支払うとこもあるんですけどね、だ全部じゃないよっていうことを覚えておいてください。全部じゃないよっていう。でとりあえず今来た質問は一通りさばいた感じになっちゃったので、まあ、また何かあったらね質問どんどんください。まあ、俺もさすがに若干眠くなったりもするんだけどね。そう、あの眠気って波があるんですよ、波が。今ね俺多分ここら辺頂点でまた元に戻るっていうね。まあ、頂点レベルでこれかよだけど、結構頂点レベルってやばいのよ、眠くて。もう17名様いらっしゃい。いやまだ3時4時よ、早いのかな、仕事終わるのね。まあね、仕事が早く終わるのいいことだとね、いうことでニャーさんおせんべい取って
あれおせんべいあったっけ。これあ、そう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 、歌舞伎揚げよいしょ。まあこんなフリーダムな感じで全部やっていきますが、まあもちろんちゃんと聞いてくれたことは答えるので安心してくれ。ただお菓子がたまに食べたいのよ俺だって。ちょっと待ってね、おせんべい食べ終わるまで。ただね、この、まあ、14名様とかしかね、他のチャンネルと比べたら少ないわけですよ、人数。なのに、現在盛り上がってる番組に上がるって、これすごいよね。何を基準に判断してるのか知らないけどさ。メモって聞きたいことあったら聞いてくんないと放送事故起こしますよ。食べた食べた。まあ、もし今ねこれ見てて面白いなと思ったらぜひ100時間やってください。いや100時間じゃない、24時間やってください。喋るのいい経験になるんで。喋るの面白いですよ。あ、そうそうそう。でね。もしこの配信見てて、あれ稼げんのかな、これ稼げんのかな、これは稼げんのかなって思ってる人いたら今すぐやめてください。今すぐやめて。それやってる限り一生そのままなんで。実際ほとんどそうじゃないですか。あれ稼げるかな、まあいっぱい見てきてるから分かるんですけど、あれ稼げるかな、これ稼げるかな、これはどうかなってフラフラしてる人は
稼げないです。なんでかって結局ね、あの0から1を作るとかあるけど、まあそれをねやる前に次行っちゃうんで、ほぼほぼ収益出ないです。でそれで出た人っているのかなってレベルなんで、っていうかさ、今ちょっと思った、これ後で YouTube になるんだよね、あの他人のチャンネルで俺思いっきり喋っちゃったけどいいのかね。まあ俺はいいんだけどさ、まあ完全に乗っ取ってるからさね。お、メールが来てるよーと。はい、ヘビーユーザー率がすごいのかも。機内教師の塾30、ほんとね、ごめんなさい、うちの塾の方はその倍します。今メールでもらった金額、まあ30万って書いてあるんですけど、その倍します。ただ、まあ、そっちの塾以外に出してるコンテンツは30万です。で何が違うかって、塾の方入ってる人は俺が出して、まあ今ね、ちょっとうちのワードプレスいじれる人ヘルニアで帰っちゃってるんで、名古屋に。なんで帰ってきてからになっちゃうんですけど、まあ俺が出してるコンテンツ、要は今後出してるコンテンツとかも含めてなんですけど、まあアフィリエイトだったり、まああとスマホでアドセンスだったり、まあ Facebook とかだったりね。そういう、俺が出すコンテンツに関しては、その60万の塾入ったら全部見れるようにします。なんで、まあ名古屋から帰ってきたらいっぺんにドバッてアップする形になっちゃうんで、ちょっと塾入ってる方に一気になって申し訳ないんですけど、まあそっちの塾に入ってる方に関しては、一回それ入っちゃえば他のノウハウも全部見せるよって約束してるんで、なんでまあそっちのに関しては60万の方になってます。でまあそれ以外のやつは全部一律なのかどうか分かんないけど、まあ30万とかでやってるんで、まあ30万以上はやないですけど、30万でやってるんでと思ってもらえればいいかな。でそっちの塾の方に関してはね、関しては、まあ、その後の、例えばなんかアドセンスで稼げるようになりましたと。そしたら、ね、ただアドセンスで稼ぐだけで終わりじゃなくて、じゃアドセンス絡めてこういうこともできるよね。情報発信してメルマガもできるよねとか、そういうどんどん先の構築までやるんで、まあ、ただただアドセンスで稼がせるだけではないよっていうことです。他の塾とかって基本的には、まあ、アドセンスでの稼ぎ方、アドセンスで稼ぎましょうっていう感じで、まあ、ブログのね、アドセンスブログを教えたりするんですけど、まあ、うちの場合、そういうことをやってないんで。で、教えることも人それぞれ違うことを教えてるんで。まあ、なので、まあ、何を教わりたいかっすね。はっきり言っちゃえば。一辺倒でいいなら、ね、別に、これをできるようになりたいっていうものがあれば、あればっていうか、これをできるようになりたいっていうのがあれば30でもいいし、ね、それをやって、さらに広い、後々の構築までいろいろやりたい。いろいろやりたい。いろいろやる。要は何が違うかって、まあ、片方だと1個、まあ、1個か2個ぐらいできて、まあ、それでどん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 量を増やしていって稼ぐ、要はアドセンスブログみたいな感じですね。アドセンスブログみたいな1個5万円稼げる、10万円稼げるブログを作る。そしてあとはそれをひたすら数を増やしていく。 10×、 もしくは5か、まあ、1個5万としよう。5万 ×5 万 ×、ね、5万の媒体が5個あれば25万でしょ。まあ、そういう考え方が一番分かりやすいかな。メルマガで言えばあとはひたすらリストを取っていったり、ね、もちろんそのための媒体作りとかそういうの全部教えるけど、うん、で60の方に関してはその後の構築まで全部で、別にセミナーやりたきゃやりゃいいし、コンサルやりたきゃやってもいいし、メルマガに発展したければもちろんアドセンスで稼いで、それをメルマガで情報発信ってこともできるんで、そこから先を教えたりできるようにしたり、やり方はでそこからなんていくらでも作れるんで、あとはやり方何をしたいとか何ができるとか、あとはそこの部分が大きくなってくるところはありますね。うちの場合別にそこまで何かにこだわって教えるって気がないんで、そもそも俺が、ね、だからまあ吉谷さんのタイムラインって、俺と友達になってない人はちょっとまだ知らないかもしれないですけど、
これしょっちゅう書いてるんですよ、タイムラインに。セミナーもコンサルもアフィリエイトもただ一つの選択肢に過ぎないよって言ってるんですよ。で、なんでかって、まあ、さっき言ったみたいに一個何か、まあ、例えばとりあえずアドセンスで稼げるんだったら、まずアドセンスっていう稼ぎ口ができる、アドセンスブログっていう稼ぎ口ができる。で、一個できたらね、そしたらそれをどんどん同じやり方で増やしていって量産っていう稼ぎ方ができる。で、そしたらそれだけ稼いだという、ね、実績が出たら今度それを情報発信して稼ぐことができる、ね、で、情報発信していくってことはリストが取れるでしょ。で、リストが取れるっていうことはメルマガアフィリになる。で、メルマガアフィリになったら無料ファンも負けるし、そこから情報商材、まあツールとか、俺がおすすめするのは基本的にはツール、まあそういうアフィリエイトもできる、ね、で、リストがあるっていうことは、なんで今アフィリエイトができる2本立てたかっていうと、俺が教えるアフィリエイト、メルマガアフィリエイトって基本的に1個売ったらその後もう1個売るんで、だから指2本立てました、ね、3万円、5万円だったりね、そんな感じで立てます、作ります。で、まああとはね、セミナーやったりセミナー集客やったり、まあコンサルやったりね、情報発信してる。なんでまあ今言っただけで9つか、まあ少なくとも7つとか5つとかで、そのぐらい作るんで、まあ高いか安いか本人次第です、どうでもいいですどうでもよくはないけどね。ただまあ1年やればそれは結果は出るだろうっていうことを全部教えるんで、で逆にこういうこと言うのもおかしいですけど、目先の1ヶ月以内の何万円とか欲しかったらバイトしてくださいそれが一番確率で手取り早いです。っていう感じですかね、うん、ね、変でしょ、うち入れじゃなくてバイトしろって言うからね俺は。お菓子もらった。ん、マジか、うん、大丈夫、明日もいるから、はい、うん、ごめんね、もぐもぐしてて。あとね、今後出していこうかなって思ってるコンテンツ1個あって、まあこの、まあずっと見てくれてる人は分かると思うんですけど、まあ昨日の夜からね、いろいろ見てる人は分かると思うんですけど、俺何が今やってるかって、まあアフィリエイターもともとやってたんで、アフィリエイトから出身、まあアフィリエイト出身って言っちゃえば分かりやすい、メルマガアフィリエイト出身なんで、まあそこのとこはね、もうアフィリエイトはその前から人に教えてたんで教えるの問題ないんですけど、今後何を教えていこうと思ってるかって、一つはまあさっきから言ってる、まあこのスマホでアドセンスやるやつ、まあ最初はパソコン必要だけど、まあ別にその設定なんてさ、まあネカフェでもできるし俺がやっちゃってもいいわけだし、でもう一個重要なんですよこれ、ネットビジネスの構築、これ教えたくて今人に。要はこれできればね、ノウハウに困ることもなければ、言ったじゃない、ね、配信しながらちょいこれこうやるんだよ、これこうやるんだよって、いやこれができるようになってほしいんですよ。これできちゃえばノウハウ困らないし、ね、何が来ても別にバインだろうがなんだろうが、ちょっとねそれぞれの媒体の特性調べてんで、ここできるなできないなっていう試験的なことをちょいちょいとやって、で Facebook には URL 投稿できないけど Twitter にはできたとかね、そういう検証ちょこちょこっとやってノウハウを作っちゃう、まあもちろん自分でやって実績出してもいいですけど、でそういう構築ができるようになってほしいんですよ。でこれやると塾入んなくていい、それ以外ね、塾入んなくていいし、コンサル受けなくていいし、情報商材買う必要なくなるんで、まあ言っちゃえばね、これを出していきたい。
売っていきたいっていうのがあるんです。実は教えてる人いないんで、これをあのネットビジネスの構築、まああと一応コンサルとセミナーっていうのもついてくるけど、まあやりたけやればいいんじゃないって程度なんで。でね、でね、なんでやりたけやればいいんじゃないって言ってるかっていうと、もっともっと俺がセミナーやりとかコンサルやりたくなかったの、実を言うとね。なんでかって、だって人前で話さなきゃいけないんだよ、俺が今こうやって元気に話してるけど、そもそも引きこもりだから、引きこもってたから人前で話すこと嫌いなのよ。大勢の人の前で話したら上がっちゃうし、まあ、正直今でも緊張するセミナーとかだったらできればやりたくないじゃん。だからやりたきゃやればって言ってる。あの、まあ、会社になる前の、まあ、俺のコンサル生もいるわけさ、ね、まあ、人に教えることはできてると。じゃあそっから、じゃあ次セミナーやってみないって言えることもできる、言うこともできるんだけど、まあ、別に本人やりたくって言い出すまで別にいいかなっていう感じなんで、やりたくないことを別に進める気もないし、それが稼げるかどうかもね、まあやってること的に言えば稼げるとは思うんだけど、けど別にそれをやる必要もないんじゃないかなって。本人がもう元々やってる分野があるんで、ね、そういうスタンスでやってるんで、まあ他と比べたら緩い部分も結構多いっす。であと、まあ問い合わせもらったら、まあ返せるときは全部返すんで、基本的にはでしょ。でしょ。まああとはこうやってやたらベラ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 喋る男を作ったりね。あの、泣いたきゃなって。で、まあ一応ね、このキャスじゃねえや、間違えた、ごめんなさいね。ユーストで、まあ、まだまだ時間はありますよ。あの、24時間終わってもあと76時間かな ?76 時間あるんで、そんだけあればもうちょこちょこノウハウを出していきます。出していきます。ね、それを、なんだ今、なんかおかしくなった。まあ出していきます。ね、それを、別に愚直にやって、まあ、稼げる内容のことは一応言ってはいるんで、あとは結局、やらないか次第です。見てる側が。まあ、見てるあなたが、やるかやらないか次第です。で、この Mac がね、ここにあると、あの、すごいネットビジネスっぽいなって思うじゃないですか。まあ、これ吉谷さんもだけどさ、あのね、俺のパソコンこれだからね。まあ、ちょっともう画面壊れちゃって今使ってないんだけど、俺これだからね。そのレベルよ、俺。あの、決してすごいとか思っちゃダメだからね。思ったら負けだからね。まあそれはどうでも、ね、どう思われようと俺勝手なんだけど、人の。吉谷社長ね、お休み中、座ってる時間長いと体負担になるかも。あの、座ってないで寝てる。横になってるから大丈夫。ただね、あの、半目。いい感じで半目。そう、まあこんな感じでどん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 ね、あの、送ってくれると俺も楽しみがいがあるんで、あのね、メッセージもいいのか、メッセージでもいいし、 LINE してる人はね、 LINE でも構わないしと、あと、まあメッセンジャーで送ってもらっても構わないし、ここのソーシャルストリーム、まあ、ユーストのね、まあ、ソーシャルストリームのとこコメントを入れてもらっても全然構わないんで、楽しんでください。楽しんでください。何より楽しむことが重要です。でも盛り上がってるとこもね、ちょっとこうやって見て見たくなるんだよ、俺ね。そう、あの、みんな思いのほかにコメントを入れないんですよね。まあ、俺の時もね、やっぱそういう時あるんだけど、
まあいいよ別に、あの入れてくなの喋るから。ただね、まあよく喋るガキだなと思ってくればそれはそれで構わないんで俺は。ただね、あのこうやって来た問い合わせとかには、問い合わせつつもあのうちの人なんだけど、そういうのには関してはね返したり、まあその他もろもろ個人的な LINE も返したりするんで、まあたまに無言になるのはお許しください。あのね、 LINE 返したい人もいるじゃないですか。まあただね、すごいと思われるかどうかですね。僕も Windows ですが、あー、おー、安弘さんありがとうございます。まあ、そもそも俺すごいって思われる気がないんで、あんだけ言うだけ言っといて最後ラブラブ出すからね。別にいいじゃんね。あのなんかネットビジネスの人ってさ、俺こんだけできんだすごいんだぜって言う人すごいじゃん。これあれ大嫌いでね、だから何って思うんですよ逆に。こっちからすると知ってて当然じゃないの、え、そんなことで金取るのって人とかね、いや それ無料で出せやとかね、結構あるんで、調べれば出てくるようなことまでね、お金取って出して教えてたり、ほら教えるべきって思ってる思うんですけど、ググれば出ることじゃなくて、ググっても出ないことを、まあコンサルなり塾なりセミナーのバックエンドなりで教えるもんだと思ってるんで、まあこのキャスではググっても出てこないこと言いまくってるけどさ、まあ言っちゃえばあのいつもの、ね、俺やってるキャスの方でもググっても出てこないようなこと平気で言ってるんで、ノウハウの中身とかね、あの言っちゃえばバインドの稼ぎ方だってインスタの稼ぎ方が出た時に、ちょうど出た1日後、次の日か2日後にやったんですよ生配信。その時にじゃあ次バインだねって言って、でバインド稼ぎってバーって構築してねって言ってベラベラ喋ってるレベルなんで、まあ本当はもうちょっとお金取れる部分はあるんですけど、まあ知ってそれができる人はできる、それはそれでいいかなっていう部分もあるんで若干。ね、でそれで、まあ、やっていって、まあ聞いた人も稼げるようになったよと。でも聞いて稼げるのって限界があるんです実は。そこからさらに大きく稼ぎたい人は、大きく稼ぎたくなった時に塾とかね、そういうの入ってもらえばいいわけだし、別にうちじゃなくてもいいと思ってるし、ただそれでもうちに入ってくれた人には教えるしサポートもしてるし、やっぱさらにそこから大きくビジネス、リアルビジネスに膨らませていきたいってなったら、それはそれで別のことを紹介できるんで、まあそういうやり方も、やり方というかまあ紹介の仕方もできるし、うん、てかあの Windows の方がいいじゃないですかね Mac より。まあここにあるの Mac だけど、俺 Windows 派なんで、でそこで結構アクセス集めるツールとかそういうのって圧倒的に Windows 対応のが多いんで、なんでネットビジネスやってますっていう人はみんな Mac 使いたがるのかなっていう疑問があるんですよ。それで中をね Windows 動かすなら、じゃあ Windows っていいじゃんって。まあ中にはちゃんと理由があってね Mac 買ってる人もいるんで、それはそれでいいんですけど、とりあえず Mac っていう人もいるんで、いやだったら Windows でのがいいよって素直に言いたいですけどね。うん、まあ、確かにね、確かに Mac すごいスタイリッシュだと思いますよ。ここ薄いしね、このなんかここのこのキーボードとかこういうデザインもフラットですごいかっこいいんですけどね、かっこいいんだけど、それでも俺は Windows を使い続けます。まあ使い慣れってのもあるんだけどね、けどやっぱりツールを使うってなるとね、あの作業効率を良くするっていう意味でツールを使うってなるとね、 Windows じゃないと対応しないってなったら、まあなんかわざわざ Mac 買って Windows 入れるんだったら最初から Windows いいじゃんって話なんで、俺からしてみれば、だからまあ Windows でいいやって思ってます。はい、NEC 製で13万で買った PC10 回くらいしか使ってなくて性能いいけど超重いんで、重いです。店舗持ってったら10万円にはなりますか、くだらない、あーっとね、それは多分なんないと思います。まあ型番とか出てどのぐらい経ってるかとかにもよるんですけどね、
10回くらいつもどの期間どのぐらいの期間で10回使ったかによって変わってきちゃうんで、やたら新しいものでめちゃめちゃ綺麗で箱取り全部ついてるっていうなら可能性はなきにしもあらずだけど、多分10万円は切ります。多分ね、まあ俺も電気屋じゃないんで何とも言えないけど、多分10万円は切るだろうな。うん、だって13万円でしょ、新しいやつでも新品で13万ってことは中古で、そうですね、高くて10万だから、うん、10万円はやっぱり切る。10万円は切る。あの、このパソコン売ったことあるから分かると思うんですけど、値段下がるのめっちゃ早いんですよ。でもともと13万ってことは、新品が13万ってことは中古13万で売れないじゃないですか。そしたら何ぼか値引きしなきゃいけないでしょ。そしたらまあまあ10万くらいで売ろうとするよ、しよう。で10万で売るとしたら10万で中古品仕入れたら意味ないでしょ。だから多分まあ5、6万から3万の間だと思う、だと思う。まあどのぐらい買ってからどのぐらい経ってるかとか傷とかにもよるけどね、だいたいそんなもんだと思います。あ、Mac だと録画、録音は録画。あ、確かにそうですね。あの、そういう機能っていうか、そういうツールは充実してるんで。で、あの、Mac が秀でてる点って、まあ、中身が iOS で処理が早いとかもあるんですけど、これちょっと個人的な観点です。あの、本当に専門的なレベルでやろうとしたら Mac の方がいいと思う。っていうか、本当専門的なことをやってる人って、Windows より Mac の方が圧倒的に今まで見た人多かったんで、経験上。まあ多分そこでのね、サクサク進むとか処理の速さ、操作性とかが出てくると思うんで、そこまで行くと Mac の方がいいかもしれないです。ね、あのレコーディング、まあ CD 出してレコーディングとかもやったことあるから分かるんですけど、そこで使ってたのは全部 Mac でした。 MacOS プロツールってやつを動かすんですけど、多分ね、ツール自体は Windows でも動かせると思うんですよ。なんだけど Mac の方が処理が早いから、サクサク進むから Mac、 性能がいいから Mac を使ってるよとか、多分そんな感じだと思うんですよね。仲良くないから聞かなかったんだけど、まあ結論言えば使いたい方使えと。紙とペンしか使ってないわ。うん。写経だからね。まあ写経ってなったら紙とペンになっちゃうよね。紙とペンね、ほぼほぼ紙とペンを使って企業相手にしてる人俺知ってるんで、まあそこからネットにね、まあ文字打ちするんだけど、基本的にはやっぱ紙とペンを使ってるって言ってた。で、紙とペンで書いて、それを文字ちゃんと作って清書するだけを、清書する文字を写す部分をパソコンでやってるって。それこそあのセールスライターやってる人がいて、まあその人はね、そうやってるよって言ってた。そう、俺めんどくさいからそんなパソコン打ち込んじゃうんだけどね、めんどき、うん、あの手書きダメな人なんで漢字書けないし。メールが来てるよーと。うん、14年、あ、じゃあ売れないですね。値下がりめっちゃ早いんで、まあスペックね、でも性能いいならあのそのまま使ってください。そのまま使ってください。去年の5月買ったなら多分まだまだ使えるはずなんで、しっかり使い倒してあげてください。むしろで、まあ、どういうことをやりたいかにもよるんですけど、
まあデスクトップなら特に問題ないです。モニター足んなかったら買い出せって話なんで。2014年ってことは、まあ、普通に使いたほうじゃっていいんじゃないですかね、中身の OS が使えなくなるまで。とも思う。別に Windows 7とか十分性能いいし、俺 Windows 8だったんだけど、わざわざ7状態にして使ってるようなレベルなんで、Windows 7でちゃんと性能よく動いてくれるなら、それは一番いいです。で、メモリもちゃんと4ギガ以上あって、ね、ドライブの方も、ハードディスクドライブの方もまあ500ギガ以上はね、まあ1テラとかあってもいいかなとは思うけど、まあそのくらいあってっていうレベルであれば、そのまま使ってくださいの方がいいです、絶対。まああったよ、なんかね、紙とペンで稼ぐとかね手紙かっつ話。ちょっと待ってね。はい、お待たせ。なんかメッセージが入ってる。なんだべー。ああ、どうなんだろうね。起きたら聞いてみる。ちょっと気になる。今ね、これ気になったから。半面の人は決意型、A 型っていいよね。ケンちゃんならギネス500、10日配信に嫌だ絶対嫌だ。もう50時間やりゃ寝みーもん。もうそんだけやればいいでしょって思ってるから。そんなやらせないで。期待しても何も面白いもんは出ねえよ。開けたら悪いよね、やめとこ。ほい。というわけでね、まあこんな感じで、まあだら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 進んでいく感じになっちゃいそうなので、まあとりあえず、そう、まあまだ1時間しか経ってないんだよね、まあ、ここで1時間しか経ってないんですよ。調子に乗るとまたあとしんどいんで、まあね、まだまだ今夜も長いですよ。終了まで長いです。まあ、テスト終わりまでしっかり見て楽しんでもらえればいいかなと思っております。ノウハウとかもね、ちょいちょい出していくと思うので、まあ、今夜出すか明日出すか今日の夜中出すかしないよ。この後柏木さん来るとかなんとかしてたから、まあ俺その時カメラ映んないで隅っこの方でスマホポチポチやってなんかぼちぼちやってるんで気にせず見てください。女の人出てくれるってよよかったな、男の衆、俺は関係ねえがね、まあそんな感じでね、とりあえず16時今30分なんで45分からじゃあスタートしようと思います、はい、というわけで、じゃあ45分にまたお会いしましょう。相方さんは起きてるかどうか知りません。まあまた俺で始まったらドンマイってことでこの調子でまた話し出します、はい、では、45分にお会いしましょう。